さんこんにちは、よい釣り部の鍋です。YouTube の撮影がですねかなり久しぶりになったんですけども、なんで YouTube を撮影してなかったかと言いますと、最近ですね実は TikTok のライブ配信をずっとやってまして、実は釣り自体はねずっと毎日やってたんですけども、配信の方をね毎日やってるがために YouTube の投稿をずっとしてませんでした。なんでこれがね今回が久しぶりの YouTube の動画になるんですけども、それで皆さんにちょっとね一つご報告があるんですけども、実は今現在釣りで五島に来ているんですけども、今日で五島からちょっと離れることになりました。で次何するかと言いますと、一旦ね自分のお家に帰りまして、その後1ヶ月ぐらいするとまた違う島、新たな島にねまた釣りの旅にまた出かけたいと思いますんで、その際はまた皆さんにこうやって YouTube でちょっと動画としてねご報告できたらなと思ってますんで、また次回それを楽しみにしていただいて、今回は何をするかと言いますと、ライブ配信をしているところを YouTube でも撮っていこうかなと思ってますんで、その様子をちょっと皆さんに見てもらいたいと思います。なんで今からエギングでアオリイカ最後五島での釣りを見せていきたいと思いますんで、皆さんご視聴よろしくお願いします。イワシを餌に1本仕掛けを投げていきたいと思います。ここは猫が寝いて猫が餌を取るんで、それに取られないように、よし、これで1本仕掛けを置いといて、あとはエギングかな。これと同時にライブ配信もやっていきたいと思います。リギングの方はムラムラチェリー、
ライトアップ。海の状況は最高ですね。はい、海は完璧な状況です今。一回いるところに投げていくのを切れば終了なんです。おい。猫たちが来た。猫たちが魚を狙ってきた。こいつら、こいつらには何もあげねえ絶対。厳しい。今日は終わりかな、もう。見る気が全くしない。最後まで足。はい、お疲れ様でした。まあこんな感じでね、毎日釣りのライブ配信をしております。まあ今日はその様子をちょっとね YouTube でも撮らせてもらったんですけども、まあ釣れない時はこんな感じでね全く釣れませんね。今日は本当何も当たりもなかったですね。ただね最近はやっぱ浅間爪とかそっちの方が釣れてたんで、まあちょっと今回は厳しかったかなっていう感じで、で次回以降はねフィールドを変えて釣りのライブ配信プラス釣りの YouTube の方もねなんかちょっと配信できたらなと思ってますんで、さあまあ皆さん気になってる次の場所ですが、実は屋久島に決定しました。屋久島ほんと釣りの聖地、いろんなね魚種が狙えると思うんで、まあそちらのね釣りの様子もちょっとね撮っていきたらと思いますんで、釣りのライブ配信の方はね TikTok で良い釣り部鍋で調べてもらえたらね毎日釣りのライブ配信してますんで、そちらもぜひ見てもらえたら嬉しいです。まあ引き続き YouTube の方もねチャンネル登録してもらってちょっと見てもらえたら嬉しいです。まあそんな感じで五島の釣り生活を終わりたいと思います。五島で出会った皆様本当にありがとうございました。五島はね本当に皆さん本当に優しくてねめちゃめちゃ好きな島になりました。また五島はちょっとね時間をまた置いてまた来たいと思います。移住もしたい、そんぐらい好きです。はい、じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。さあ帰ろう。